暑いんだか寒いんだかわかんない毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。ジャングスタイルです。あ、大雨の地域の方どうですか、大丈夫、被害がないといいんですけど。というわけで今回は、というわけでじゃないけど、ちょっと逃げてた節がある内容なんですけど、っていうのが現実を直視するのが嫌だったっていうか、まあ結構ね入り組んでるんでめんどくさいんですけど、11月の発売予定、見ていこうかなと思います。入り組んでるとね、編集が大変なのよね。見てる感じさーっと言ってるみたいだけど、意外とね大変なのよ。で、ちょっと11月はいいかなとか思っちゃったんですけど、まあ毎月やってるしなーっていう感じで、今日もねやっていこうかなと思います。あ、例によって発売情報だとか新製品情報、まあ一緒かが含まれますので、自分で調べる楽しみを奪うなよとか、もう見飽きた聞き飽きたという方は、今日のところはね、ブラウザバックの方よろしくお願いいたします。あ、高評価だけ押しといてね。11月は2日がいきなりもう土曜日ですね、2日はホットイールのベーシックか、日本向けのエルアソートだね、こちらの方が発売されます。まあ単品販売もなかなかのメンツなんですけど、かっこいいね、アストンマーチンなんてね、いいなと思うんですが、こちらについてはね、また直前で最終確認みたいな感じで動画にしたいと思います。っていうのが、ちょっと今これ撮ってる段階では出てないけど、もうそろそろ12月のアソートもわかると思うんで、それとね、照らし合わせると見えてくるものっていうか、評価が変わったりなんかするんで、第1土曜日はいきなりなんですけど、2日なんですが、ホットイールベーシックカーが出ますよっていうところですね。で、ホットイールベーシックカーの翌週の11月9日第2週ですね、ホットイールは2アソートっていうかね、出るんですけど、ブールバード出ますね。これもなんかね、またアマゾンの悪口言っちゃうけど、アマゾンなんか配送予定変更みたいな感じで、また遅れるみたいですね。一応予約してるけど、どうだろうね。まあ日本車も含まれてますし、いい感じのアソートではあるんで、でと言いたいけど、メイヤーズマンクス入ってるんですよね。メイヤーズマンクス楽しみやな。ってことで、11月9日はブールバード全5種ですね。これもう単品販売になってるから、随分買いやすくなりましたね。前は気張ってたからね、ブールバードの発売日はね。で、ホットイール、もう一アソートっていうか出まして、プレミアムコレクターセットのモーターヘッドマットネス。これね、プレミアムコレクターセットは高いからね、するかなとか思わせといて、なかなかいい内容やな。普段プレミアムコレクターセットを予約してまで買ってないよっていう方も、予約されてる方がね結構多いので、あ、店頭でどうだろうね、入ったり入らなかったり、入っても少数だったりとかするので、まあ、ここは素直に通販利用がいいんじゃないかな。通販利用も特に予約完売してるところもあんまない気がするんで、どこでも買えると思うんです。それこそアマゾンでもね、届くのがいつなるかわかんないけど、まあ第2週はブールバードとこちらのプレミアムコレクターセットっていうところですね。第3週、11月16日になりますが、第3週なのでトミカの日なんですけど、ここでね、ホットイールの発売予定というか予約取りががというか予約取りで分かってるものが何もないんです。ポカッと空いてるんですよね、ここ。でトミカの人ね、キャンペーン被せてくることが多いので、もしかしたら3000円でね、交換してもらえる、交換というかプレゼントしていただけるコレクターエディションの配布があるかもしれないですね、ここで。わかんないですよ、わかんないですよ。で、11月16日は、まあ、トミカの日なんで、トミカですね。定番が、フォードマスタング、エコブースト、ファストバック。かっけえ。かっけえ、かっけえかわかんないけど、これなんか細そうなんですよね。どうだろうね。ちょっと期待したいところなんですけど、で、もう片方、初回特別仕様がない方が、日野ポンチョ。というところで、こっちも結構良さそうだね。あと、僕のチャンネル見ていただいてる方が興味ありそうなのが、トミカプレミアムで日産フィアリティ Z-Z31。あと意外と買われてる方がいらっしゃるレーシングのマクラーレンホンダ MP4 の方、アイルトンセナとかね、出ますね。あと、あ、そうだ、シンカリオン出ますね。チェンジザワールドの日産 GTR。また出ますね。また。前回3種だったけど、今回2種ですね。あとこれね、間違いやすいところなんですけど、11月16日は、販売店限定のトミカありまして、エディオンですね。エディオンオリジナルのマツダ RX7FD3S。
ちょっとね、販売店限定が多い割に、トミカがね、販売店限定トミカが多い割にはどちらかってるっていうか、いろんな州にまたがってるんで、とりあえず16日、トミカの日に出るのはエディオンですね。で、トミカの日の翌週の第3週が、11月23日、ホットイール出ます。テーマオートモーティブの 90s ストリートシーンですかね。これもまあ、テーマ相当なんでね、結構予約完売しちゃってるとこは多いかなという感じですね。日本車相当みたいなもんですもんね。日本車になると、もう狂気じみてる方も多いからって言ったら言い方悪いけどさ、ガチになる方多いからね、とりあえず店頭で一通り揃えるっていうのがなかなかね、どうだろう。とりあえず今のところ一車種につき各2台の一ケース内訳がね、なんですけど、どうだろうね。ちょっとこれもまたね、直前で変更ある可能性がありますよね。同日の11月23日はトミカも出ますね。販売店限定のトミカね。11月23日は上新のシルビアと TCN のトランスポーターですね。間違いがないように。なかなかね、分かれてるからね。あ、そうだ、しまった。前の週のところで言うべきだった。上新のオンラインというか通販予約っていうのが前の週の16日スタートだったと思います。確か。なのでお忘れなく、上新ない地域も多いからね。っていうか、九州ないからね、上新。九州の人が上新のやつ欲しいなって思ったら通販で手に入れるしかないんですけど、16日ですね。23日発売ですけど、予約よりは16日開始ですのでお忘れなくですね。で、11月は第5週までありましてぴっちりだね。11月30日これがね、なんか結構出るんすよね。ホットウィールから行きましょうか。モンスタートラックのトランスポーター、今度こそ5アラームが入るのかなっていうところですね。とモンスタートラックで言えば通常アソートの方も出ますね。これもね、ちょっとね、ダブリが多いっていうかね、なかなかに厳しいですね。あとホットイール続けると、カーカルチャーのレースデイですね。先頃バービーで出た C8R もここにいますからね。あとベントレコンチネンタル GT3 なんてかっこいいよね。あ、日本車好きの皆さんは日産 Z ありますよ。あと月末なんでマッチボックスもありますね。ベーシックカー出ます。こんな感じ。ちゃんと僕も見てないんですけど、こんな感じですね。あとマッチボックスで言えば、ちょっと謎なのがトラックですかね。これがアマゾンでも楽天でも来た？予約取りがないんですよね。なので僕も予約できずっていう感じなんですけど、ハードボディとかいるのよ。だから店頭で買おうと思ったらなかなか厳しいアソートになるんじゃないかなと思います。で、予約通りがあったところも結構もう瞬殺状態だったみたいなので、できればね、予約してゆっくり、ゆっくりっていうかね、構えたいところですけど、なかなかそうはいかないね。Amazon 予約来た？全然わかんないんですけど、専門店さん系とか、あと一部の量販ではあったみたいだけど、主だったところっていうか、いつも予約するようなアマゾンとか楽天来てない気がするんですよね。あと11月30日もトミカが来まして、タクラトミモールオリジナルのトミカプレミアのレーシングの方ね、アラン・プロストの方と、タクラトミモールオリジナルのギフトセット、こちらがタクラトミモールオリジナルなんですよね。11月30日ということで、まあその前に、もう予約取り始まってんの？全然自分興味なくて知らないんですけど、興味なくてとか言い方したら悪いね。まあ、とりあえず、11月30日タクラトミモールオリジナルで2種っていうかね、出ますね。あとこれ忘れそうなんですけど、トイザラス、販売店限定のトイザラスで、三菱デリカミニシャモニーデザイン仕様が出ますね。これうっかり忘れそうな人多そうだね。その前にね、だってエディオン、上新、TCN と来てるから気を張っておかないといけないというか、まあトイザラスなんで、あ、これオンライン販売あったのかな？見てないや。とりあえず店頭で結構ね、入れてくれるんで、まあお近くにない方はね、ちょっと残念な感じになっちゃうけど、とりあえずトイザラスオリジナルで、デリカミニシャモニーデザインしよう。なかなか良さそうだね。出ますよ、と。という感じで11月の発売予定。まあ流れだけな感じですけど、見てたんですけど、いかがだったでしょうか。
か。とりあえずね、細かいこと言えば、もうちょっとトミカの、なんだ、流通限定っぽいやつがあるけど、まあ、それ、キリがないからね。主だったところでって一般的な感じでやってみましたが、トミカはちょっとばらけてんのがね、めんどくさいというか覚えるのがちょっとあれなんですけど、ホットエールは割と簡単かな。ベーシックカーとブールバードとプレミアムコレクターセット。あとモントラが出ますよ。あ、レースデーもね、出るけど、ちょっとめんどくさいというか、争奪戦が起きそうなのが、11月23日のテーマ、オートモーティブ 90s ストリートシーンですね。これがね、なかなかね、予約もね、やっぱテーマオートモーティブだと、ケース単位じゃないと予約できないですからね、なかなか厳しいですもんね。まあ、店頭でちょっと熾烈な競争に巻き込まれたくないよとか、ちょっとこの日用事あるかもしれないという方は予約されてるんじゃないかな。で、割とすぐなくなっちゃったよね。あとは気になるのは16日ですね。トミカの日なんですけど、ホットイルがここだけね、発売がない。11月これだけ出るのに、11月16日だけないっていうのがちょっと怪しいっすよね。販売店限定か、先ほど申し上げたようなコレクターエディションの配布があるかもしれないですね。また分かり次第ね、何らかの形でお伝えしたいと思います。じゃあ皆さんはどうでしょうか？これは絶対っていうのがあったらね、教えてくださいね。先ほどから申し上げてるんですけど、販売店限定のトミカが結構発売日がどちらかってるんで、間違えないようにね、気をつけましょうね。エディオンの日に上新に行ってなかったとかね、そんな感じにならないように気をつけてください。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。